言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。いや、荒川雅人さんは。すいませんでした、若。白木が立て込んでて心配なんですよ。若のことが大切だから。大丈夫ですか、若。俺、無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。若、そこ、話つけてきます。大丈夫っす。紳士的にやりますから。しかも、若の女、出てなくて、若の彼女さんに渡すなんて、なおさらもう、わけわかんねえっつうか。若、いつからそこに。あの、若、ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。それが若のおふくろさんすか。若の病気はその時から。いたよ、若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったら何だって。若だ。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。若は生まれてすぐの事故で歩けなかったけど、この都知事は車椅子じゃねえ。そうだ、若にお供していったキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀の内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。ブリーチジャパンを作ったのは若の考えか、それともあんたの。やっぱ若はあんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は、若の笑顔が爽やかって。テレビ映りってそんなに大事なもんかね。なあ、なんで都知事の若が今偉人町にまで手伸ばしてきてんだ。それも若の意思なんだ。人を殺すのに何も問題ないかよ、若。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。若が偉人町に来てる。若、久しぶりです、若。へえ、若の彼女さんの誕生日で。若、いつからそこに。あの、若。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しい。じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。久米は若の引き立て役ってわけですか。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。若は一人で来るって聞いてましたが。ほっといたら結局勝つのは若です。若のメンツを潰すことさ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。出なきゃ若の花は明かせねえ。カムロ町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。若がおやっさんにそんなこと。じゃあおやっさんの殺しは若の指示。いえ、おやっさんは若の玉を取ることなんて望んじゃいないはずです。だから俺、若の目を覚まさせてやります。大丈夫っすよ。若に合うルートはちゃんと考えてます。若に引き合わせてもらうためさ、久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろ。俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。若もあんたも何を怖がってんだ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。
たとえ若の命令でもな。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。若はあんたの息子。あんた若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。俺はな、若と情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ、若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか。くそ。でも若たちがもう何もやらせやしねえ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。あんた破滅することになりますね。若、おやっさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じですだろうよ。若と並んでるときは俺いつだって悪役なんでね。若は俺の話にしっかり食いついてた。若は頭の部屋を徹底的に家探ししなきゃならねえ立場になった。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂きに参上すると若に伝えた。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしねえ人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。若、まだ続きがあるんです。若、若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。終わりです。若、若ならどん底からまた這い上がれますって。若、もうやめてください。若、銃を下ろしてください。若、警官を人質になんて取ったらいくら若でも殺されちまいます。若が何と言おうと俺にとって若は家族なんです。でも若はまだ帰れるところがあります。若、俺は若がどんな人間かよく分かってるって。若、何もかもリセットしちまいてって。ここにいるのは俺と若だけだ。若、それは違いますよ。若、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺、若、若、あんたの言う通りですよ。わか。